マジで心震えました。あのね、これを説明ではなくて、お話の中の見開きであるんですよ。勇気のある見開きだと思ってですね <laughs>。いや、すごいいいなと思うんですけど。行ってみましょう。で、ついにですね、3巻の終わりではですね、あの、その3700年間生き残ってた村の秘密を知る美少女を治療するために、抗生物質を作る話になります。で、それがですね、 もう超燃えたんですけども、サルファ剤、構成物質を作るためのロードマップだっていうふうに出てきてですね、スタート位置で、まず、鉄を手に入れるって。簡単に書いてあげると、この鉄がまあ難しいわけですね。でそこから磁石を作って、それに銅とリンを混ぜて、 電気を作りですね。これで炭酸化ナトリウムを作ってるんですけど、下の方では酒からですね、酢とですね、えっ、ー、と、炭酸を作りですね。というふうな形で、ざーっと、あのー、石炭から、だから、水酸化ナトリウムまで行って、で、最後に万能薬のサルファ剤まで行くっていうですね。あ、これはなんかもうすごい、あの、マジで心震えました。あのね、これを説明ではなくて、お話の中の、 見開きであるんですよ。見開きであるというのは、この作者のさっきからの見開きの。 使い方ですね。つまり、美少女を助けるために滑車を組み合わせるとかですね、ついに火を手に入れたっていうですね、見せ場にしかこの人見開き使わないんですよ。その見せ場でこのロードマップをどんどん出すっていうことは、こういう理屈っぽくて本当だったら、編集からやめろと言われることを、俺は一番面白いんだって、これが読者に一番面白くと思ってるはずだっていうふうに、前押し出してくるこの勇気のある見開きだと思ってですね、いや、すごいいいなと思うんですけど、今、